動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人があなた様に対して最大級に後悔していることはというテーマで、お相手の方がですね、最大級、まあ最大級ですね、まあ最もですね、あなた様に対して、後悔していることは何かというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加え、気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのタレントというカードですね、才能というカードになっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はですね、こちらのフレンドシップというカードですね。はい、友情というカードになります。はい、こちらが B になります。そして最後 C のカードです。 C はこちらのニュービギニングスというカードです。はい、新たな始まりというカードです。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのタレントというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。はい、今回のテーマですが、あの人があなた様に対して最大級に後悔していることはということで、お相手の方がね、最も後悔していることが何なのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今あなた様に対して何か考えていることがあるのかどうかということと、お相手の方が最大級にね、後悔していることは何かあるのか、そして今後何かね、行動を起こそうと思っているかっていうところを見ていきながら、あなた様としてもお相手の方に対して今動くべきなのか、それともね、何か動いてくるまで待っておくべきなのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速なんですが、まずですね、お相手の方があなた様に関することで何か考えていることはあるのかどうか、そして、ですね、最大級に後悔していることが何かというところと、今後ね、何か動いてくるつもりはあるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。
ではですね、見ていきたいと思うんですが、上のカードがですね、お相手の方が今あなた様に関することで何か考えているのかどうかっていうことを表すカードです。で、こちら側が最大級にね、後悔していることは何なのかっていうことと、今後何かね、行動を起こすつもりがあるのかどうかっていうカードになっております。では、早速見ていきましょう。うん。うん、なるほどですね。うん。うん。はい、ではね、見ていくんですが、そうですね、まず最大級にね、後悔してるっていうことに関しては、評議会っていうところがあって、なんかちゃんと自分自身の中でまとめたものとか、整理したものをちゃんと伝えるっていうことができなかった。だから、例えば思いつきのことで言ったりとか、なんかまとまらないまま、なんかその時の感情に流されて、バーって言ってしまったり、本来自分が届けたかったものっていうのがあったり、あとあとね、うわ、ああいう風に言っとけばよかったなみたいなね、うん、なんかその最後にあなた様に伝えたものですね、伝えたものであって伝えた言葉であって伝えた、まあ見せた行動っていうこともそうかもしれないですね、うん、で最後にあなた様に見せた何かですね、言葉なのかこう、まあ、言動っていうことですかね、まあ場合によっては態度かもしれないですけども、うん、そこをねすごく後悔していらっしゃる、うん、今になってね、のがあるので、ちょっとね、このあたり見ていくんですが、まずですね、上のカードから見ていきましょう。お相手の方が、あなた様に対してですね、今何か考えていらっしゃることがあるのかどうかっていうことで、まず一つ考えているのは、まあ、ここですね。これが全てではないと思うんですが、ストレングスっていうカード、力っていうカードが出ました。このカードにはですね、まあ、セルフコントロールということで、まあ、自分で自分をコントロールする。っていう意味のカードだけでなく、いわばですね、これ平和的な解決っていうことを表すカードになっていて、まああなた様との間で起こった、例えば揉め事とかトラブルとか、まあトラブルというよりかはお相手の方がね、先ほどもお伝えした通り最後に見せたものが、まあ最大級の効果になっているっていうことですから、お相手の方がまあ引き金を引いた何かとかね、うん、まあ、最後のなんかこうすごく気まずい雰囲気を作って、なんか飛ぶ鳥後を濁すみたいなね。濁さずですけど、濁すみたいなことをしたね。その状況からまた平和にね、あなた様との間の、あなた様との関係を、まあ平和に、まあ平和的な解決をしてね、そのトラブルとか揉め事みたいなのを。で、もう一回ね、まあ繋がりたいと。まあ、繋がれるかどうかはあなた様が許してくれるかどうかに関わるから、まあ、そこはまだ望んでいない、望む資格がないかもしれないけれども、とにかくその二人の間で起こってしまったことを平和的に解決したいなっていうね。まあ、そういったお気持ちがある中で、ここですね、次見ていきますが、ペンタクルの2っていうのはこれ逆位置になりました。このカードっていうのは、ですね、正位置になりますと変化変容ということで何かが移り変わったり、変化を起こすことができたり変えていくっていうカードなんですが、逆位置になるとですね、なんか変化を求めて失敗するとかですね、変化を起こそうとするのがリスクの高い選択っていう意味のカードになりまして、いわばですね、まあ平和的な解決をして、あなた様との間の空気感とか、雰囲気とか、関係性とか、距離感とか、ね、そういったものを変えたいと思ってはいるんだけれども、今自分が変えたいと思って変えようとしても、失敗する可能性が高いだろうな。まあだから自分が歩み寄っても、あなた様から今度は拒まれたり、なんか批判を受けたりとかね、自分の作戦が失敗する可能性が高いだろうなっていうふうに思っていたり、変化を起こそうとすること自体がリスクが高い。自分自身で、そのね、空気を悪くしておいて、まあ、今更のこのこ何現れてきとんねんというようなですね、まあそういった、
ね、この批判を受けたり、こう戻ること自体が自分のね、危機的な状況を作るかもしれないみたいなね。うん、そういったところを感じていらっしゃっていて、ああ、もう手遅れかなとかね、今更後悔してももう遅いな、でも後悔しちゃうな、みたいなね。まあそういうお気持ちなのかなと思います。で、ここですね、見ていくんですが、Choose Your Battles っていうカードで、まあ、戦いを選ぶっていうカードなんですが、ここに人がいて、対戦相手が描かれているわけなんですね。だから、戦う相手はあなた様だけではないのかもしれません。別にあなた様と戦うつもりがなかったとしてもね。それぐらいでも戦いが起こるかもっていうぐらい最後に見せたことが後悔していらっしゃるからこそ、ね、仮にあなた様の目の前に現れた時に、あなた様ともう一回ね、何をしに来たんだみたいな感じでね、今更何をね、許されると思ってるのかみたいなね、その戦いがあるかもしれないし、まああなた様が戦う気はなくてもね、お相手の方はそういう心理状態であると。いうことに加えて、他とも何か戦いがあるわけですね。あなた様との関係を選ぶんだったら、あなた様と戦わなくちゃいけないし、あなた様との関係を選ばないんだったら、なんか他のところ、あるいは、あなた様との関係を選ぶために、他の人と戦わなくちゃいけないとかね。ちょっとこう、複雑な人間模様っていうところもあるのかもしれないですが、そういったね、どの戦いを選ぶべきなのか、みたいなね。だからそういう状況でもあって、戻りたいんだけど戻れない道を作っ、退路を自分で立っちゃったみたいなね、何をしてるんだ自分はみたいなことを今考えていらっしゃる。だから、今もあなた様のことは忘れてはいないと思うんですね。で、次のカードなんですが、あなた様に対して最大級に後悔していることっていうので見ていくんですが、カウンセルっていうカードがね、出ましたが、評議会ということで、胸にね、手を当てて、目をつむってね、何かこう、じっくりとこう、評議、自分の中でのね、自分と心の中の自分で会議をして、しっかりとまとめたものをこれ、出すっていうことで、これが後悔のところに出ていますから、ね、最初にもお伝えしました通り、あなた様に最後に見せた言葉、行動、態度、表情をですね、送った連絡の内容とかね、取った行動、例えば最後に、なんか勢い余ってブロックしたとかね。それも気持ちがまとまった上でやったものではなくて、感情に流されて、ね、やってしまった。だからもう少し自分をね、自分の中で考えをまとめたり、冷静になったり、ね、ちゃんとしっかりと気持ちをまとめてから、整理してから、あなた様に対しての何かを見せればよかったのに、それをせずね、会議するっていうことを、自分の中での会議をするっていうことをせずに、もうすぐにポンって出しちゃった。思い浮かんだものをね。それが最大級の、後悔ですね。その時はあまり後悔っていうのはなかったかもしれないけれども、時間とともにね、ああ、なんであんな思いつきでやっちゃったんだろうみたいなね。そのせいで平和的な解決したいと思っても、もうそれがもうできないかもしれない状況になっているから、余計に、なんだろうかな、後悔の、重ね着というか、後悔が重なっているみたいな、そういう状態ですね。で、ですね、次に、こちらのカードを見ていきますが、ペンタクルの3っていうカード、これ逆位置です。これもですね、逆位置になりますと、実力を出し惜しみするとかね、あとは努力の結果は期待通りにはならないと決め込むということで、もうね、今更ね、自分自身がいくら努力をしたとて、あなた様との関係には、なんかこう、期待通りの展開っていうのはもう起こらないだろうなっていうね、そう決め込んでいらっしゃる。思い込んでいらっしゃるわけですね。別にあなた様が全然、極端な話、ウェルカムモードだったとしてもね。お相手の方の目線からすると、もう どんなにね、二人の関係を良くしていこうという、良くするための努力をしたとしても、それはもう叶わないんだろうな、みたいなね。なんかそういう思いを抱いていらっしゃるからこそ、余計にまたこれも後悔が強くなる。心理状態なのかなと思います。で、あとはここですね、見ていくと、カップの9というカードですね、正位置です。このカードは、大いなる満足を得るっていうね、
得るというか、今回だとあなた様に大きな満足を与えたいということだと思うんですね。であったりだとか、まあ、環境が良くなるということで、もっとね、あなた様との環境を良くしていきたかったっていう思いがある中で、その良くするどころか悪くするような最後に見せたものをボロって出しちゃったわけですね。で、それによってあなた様の気持ちも冷まさせてしまったかもしれないし、幻滅されたかもしれないし、もう嫌われちゃったかもしれないし、怒りとか憎しみを買われたかもしれないし、ね、もう拒否されているかもしれないしっていうね、反対のことをやっぱしちゃったことが最大級の後悔っていうことですね。で、ですね、まあそういったね、だからあなた様からのその恨みとか反感とかね、あとは怒りとか、ですね、まあ場合によっては憎しみですかね、まあそういったものを、まあ買うようなことをしてしまったんでしょうね。だからこそ、まあそれを反省しているっていうのはもちろんあるんだけれども、今後ね、動くつもりがあるのかどうかっていうところで見ていくんですが、ここ、まずこっちから見ていきますかね。まあこれはね、最初に見たここにちょっと近いカードなんですが、カップの7っていうカード、これ正位置です。今後動くつもりあるのかっていうところですが、このカードというのがですね、カップの7、正位置の時には非現実的な妄想ということであったり、手が届かない夢とかね、無力感、無謀なチャレンジと、いう意味のカードで、あなた様ともう一度つながるとかね、まあ結ばれるっていうことを思うこと自体が今はね、手の届かない夢になってしまったなとかね、もうそこを目指すこと自体が無謀なのかなとかね、やっぱりちょっと今弱気な気持ちでいらっしゃるということと、ね、最後に見せたものがちゃんと自分の中で冷静に整理して出したものじゃないからこそ、例えばあなた様傷つけたり怒らせたり悲しませたりね、怒りを、まあ恨みを買ったりね、そういったことをしてしまったからこそここが出ていると思うんですね。ペンタクルの4っていうカード、正位置です。このカードっていうのはなんかこう自分が手にしたこのお金みたいなものを大切にね、なんかこう取られないように守っている人の姿がありますけれども、まあこれ安心安全を求めるっていう意味もあるんですが、このね、大切にこう抱えているお金みたいなものっていうのは、今までの自分が努力して掴んだものになります。ですから、まあ社会的地位であったり、経済力であったり、収入であったり、成果であったり、実績であったり、今の、なんだろうか、人脈であったり、人気であったり、穏やかな日々であったりですね。まあその他もろもろですね。なんか自分を輝かせるもの、自分の価値を示すものですね。まあ財産、資産とかもね、表しますけれども、それを、なんだかな、守ろうとする気持ちですね。だからちょっとこう自己防衛っていう意味のカードでもあるんですけれども、だからまあ自分がね、最後にやってしまったことが結構あなた様にとっては傷つくことだから、今あなた様に動いたとしても、このね、恨みをもう買ってるかもしれないから、自分のね、こう大切にしたいものも奪われてしまうのかも、みたいなね。だからそれがちょっとこう怖くて、あなた様に対して本当はね、平和的に解決したいんだけれども、動くことによって、なんかね、その、傷つけられたんで、はい、慰謝料、みたいなね。まあ別にそんなことあなた様がしなくてもね、極端なし、なんかそういったことを言われるかも、みたいな。財産奪いますよ、とかね。それぐらい今になってはすごい自分のやったことに後悔だけじゃなくて罪悪感、反省ですね。と同時にやってしまったことへの、なんだろうかな。すごい反省してるからこそ、なんか、ちょっと怯えている。そんなことを逆に自分がされたらすごく嫌だったし、もし自分だったらそれをした人に対して何かこう請求するだろうな、みたいな、そういったところまで考えちゃって、自分の、ね、この手にしたものを取られるかもみたいな、なんかそういう恐怖心も勝手に抱いていらっしゃるんですね。だからこそまだちょっとすぐにはね動けないのかなとは思うんですが、ここですね、トランスフォーメーションっていうのが出ている通り、これ進化っていうことですね。進化ですから、まあ自分自身のその精神的な部分のまあ成長であったりだとか、まあさらにね、何かこうステージが上がって、ですね、まあ別にあなた様のそのことをすごい疑ってるってわけじゃないんだけれども、仮に例えばなんかこう請求されたとしても、
分かりました、まあじゃあそれを引き受けましょうと言えるぐらい、なんかこうね、もっと自分のこの獲得しているものがこう増えた時ですね、うん、あなた様が万が一ね、それをしないというしない方だと思いますけども、万が一そういう請求をしたとしても、あ、じゃあ分かりました、じゃあこれぐらいはっていうことでこうね、うん、請求されてもこう対応できるぐらいに自分が進化したら、その時に動こうっていうふうに思っていらっしゃるっていうところなので、だからちょっとすぐにっていうわけではないですが、まあ未来においてね、もう少しこう自分のこのステータスみたいなところが上がったら動こうっていうふうには思っていらっしゃるようです。それもなんかやっぱりね、戦いっていうことを勝手に想定していらっしゃるので、うん、まあそういったちょっとこうね、まあ奥だから意外と臆病なのかもしれないですね、うん、はい、ではまあ今後ね、お相手の方に対してあなた様から動いた方がいいのか、それとも動いてくるのを待った方がいいのかっていうのをね、最後見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。自分から動くべきか、お相手の方から動いてくるのを待つべきか、うん、なるほどですね、うんうんうん、あなた様から動いてもいいんだけれども、動かない時期を作った方がよくて、その動かない時期にお相手の方が、動かない時期を作ることでお相手の方を成長させてあげるっていう意味が生まれてくるんですね。うん。なので、なんていうかな。いわばあなた様が動かないことで、まあ反省とか罪悪感とかっていうのをお伝えしたと思うんですね。だからそういった感じで、なんだろうかな、今お相手の方自身が例えば反省とか罪悪感とかね、後悔とかそういったことを抱くことによって、ああなんであれをしてしまったんだって、その間違いに気づいたりだとか、いや精神的な部分で今成長している段階なんですね。そこであなた様がまた動いちゃうと、せっかくの精神的な成長の機会をちょっとこうなんだろうかな、奪ってしまうというかがあるから、今は動かずにその精神的な部分を成長させてあげた方がいいっていうのが出ているんですね。うん、なので、ですね、ちょっと見ていくんですが、まずですね、こちらのカードから見ていくと、これ、ソードの2っていうカードは逆位置なんですね。で、このカードっていうのは、これ逆位置になるとですね、まあ、迷いや不安っていうことであったり、まあ、孤独とかですね、まあ、忍耐が強いられるっていう意味のカードでもあるんですが、精神力が養われるっていうカードで、今お伝えした通り、あなた様が今動かないことで、自分のやったことが、まあ、間違っていたということに気づけたり、反省とか後悔とかね、罪悪感とかそういったもので、ああなんであんなことをしちゃったんだろう、本当はこんなことをしてればよかったのにとかですね、そういったこう考える時間が生まれて、精神的な部分がどん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 今ね、精神力が養われていっているわけなので、動かないことがお相手の方のそういった部分を育てるってことにつながるんですね。だから今は動かないというよりか、動いてあげない方がいいっていうのが出ているんですね。うん、ここで動いちゃうと、せっかく成長するはずの時にその成長を止めて、また同じようなトラブルっていうのを起こすお相手の方のままになってしまうと思うんですね。だからそういった意味では動いてあげない方がいい、うん、でパワーオブプレイヤーっていうのは、これ祈りの力っていうカードなんですけども、まあ、祈るっていうのも、まあ、お相手の方の成功を祈るっていうのもそうだし、やっぱこれも動くっていうカードではないんですね。動かずに、まあ、祈る。まあ、自分の、自分というか、まあ、二人のね、これからの、こう、成就であったり、まあ、未来のことについて、まあ、祈るっていうことですね。だから、あなた様自身も、その、なんかこう、自分の中でね、
自分を責める気持ちとか自己嫌悪とかね、あとはまあなんかこう恋愛に対してすごくネガティブなね、感情とか発想というのが思い浮かんできているんだったらば、それをね、ちゃんとこう未来に対して祈るっていうのは、前向きな気持ちになれないと未来を祈ることはできないと思うんですね。まあ今後の展開とかを。だからその気持ちにまあ切り替えるようにしていく。動く前にね。で、ここですね、見ていくんですが、スピリチュアルコネクションっていうカードが出ていて、精神的なつながりっていうカードになります。だから、あなた様の中で、なんかこう、お相手の方と、なんか精神的につながれた瞬間ですね。その時に動いていいよっていうことですね。なんかあの人は今こういうふうに思ってるんだろうなっていうのが、なんかこう、自分の中で、なんかわかるようになってきた時とか、あ、この時、こういうことで、こんな行動をしていたのかっていうのが、ね、わかるようになってきた時とか、なんか自分の思っていることと、お相手の方の考えていることがなんかこう繋がったような感覚になった時とか、あとは、まあ、例えば無意識化でね、繋がれるようになった時、それこそ、例えばまあ夢に出てくる時とかね、あとは、なんかまだこう繋がっているような感覚がすごく強く感じた時とか、実際は二人はまあバラバラのとこにいて離れているんだけど、なんか今、精神的に繋がれているなっていうね、その感覚があった時に、あなた様から行動してもいい。でもその感覚が今一つわからへんという時には、まだやっぱ動かない方がいいし、動いてしまうとその精神が養われるっていうのが、止めてしまうのがあるので、そこを一つの基準として、なんかつながれているなとかね、とか、なんかこうお相手の方を想起させるような出来事が起こる。なんかそのお相手の方の、例えば上の名前でも下の名前でもいいんですけども、それをなんかこう街中とかね、歩いてる時になんかよく聞くなとかね、なんかお相手の方の誕生日の時刻とか、車のナンバーとか、なんか数字とかよく見るなとかね、なんかお相手の方を感じる出来事みたいなね、それが増えた時がまあ動いていいよっていうサインだから、それを信じて動いていく。動くならばね、まあ待っていてもいいとは思います。まあ待っていても、そうですね、進化が起これば動いては来られると思うんですが、まあちょっと長い先にはなっていくと思うし、まあどちらかというとね、なんでしょうかね、すごくちょっとこう自分から動くのはもうなんか恐れ多いなみたいな風になっているので、まああなた様から動いた方がよくいいかなと思いますし、そのタイミングがここで、ね、お伝えしたタイミングなので、まあ参考にしていただけますと幸いです。はい、そしてタレントっていうカードですね。才能というカード、選択肢のカードもお伝えしていきます。まあ才能ですね。ですからあなた様が持つ才能を発揮できている時っていうのも、何か願いが叶いやすい時ということですね。いや、自分には何も才能なんてありませんとね、いう方もいるかもしれません。まあその方は、まあ今ね、自分の才能を感じれていないんだったらば、何か才能を磨いていく、ということをしてみてください。まずね。で、その磨いたことを発揮できるようになった時ですね。その時が願いが叶いやすい時だから、それもね、なんかこう行動とか実行とか決断をするのにはすごくいい時だから、自分の持っている力を発揮できている時に、まあ動いてみる、行動を起こしてみるっていうのも一ついいというのも出ていますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回ですね、今回もインスタでね、募集しました今まで出会った残念な異性ということで、今回もね、ご紹介させていただくんですが、今回ご紹介いただいたのが、優柔不断で受け身、最終決定は人任せということで、まあ字面だけ見るとちょっとかっこいいですけどね、あの外国人の方がいらっしゃったらね、これ書かれた、まあ、T シャツとかもしかしたら買うかもしれないですが、内容はちょっとやばいですね。まあそういったね、ご紹介ありましたけれども、ご紹介ありがとうございます。まあそうですね。まあ優柔不断で受け身、最終決定は人任せということで、まあ責任を取りたくないんだろうなっていうこともね、合わせて、コメントいただいたんですけれども、まあその通りだと思いますね。結局はなんかこうね、うまくいかなかった時とか、なんか不都合になった時に、いや、俺、私が言ったんじゃなくて、あなたが言ったんだから、あなたが責任取ってよ、みたいなね。美味しいとこだけ取って責任だけは人に負わせるっていうね、ちょっとまあ、かなりこう、まあ、
一緒にいたらちょっとねすごくイラッとしてしまうような人ですね。ね、そういった最終決定ね、やっぱりこれっていうのはやっぱりね責任を取るっていうことで、ね、まあ人に任せたいところもありますけれどもね、まあそれをしてしまっていてはね、やっぱりなかなかね、難しいところもあるんですが、まあそうですね、まあだからそういったね、まあいつもね最終決定、まあなんかこう最後の一言を言わせるみたいな人いますよね、恋愛において。例えば付き合う時とか別れる時とかね、それを自分も本当はね、例えば付き合いたいとか別れたいと思っているのに最後それを人に言わせるみたいなね。で、自分が最終的になんかこう、意見に合わせた人とか別れを告げられた被害者になるとかね、本当にその、本当にこう立ち回りとしてね、自分がこう、徳をね、得られるようなね、ポジションにいつも回る人っていうのはいると思うんですけども、まあちょっとね、そういった人はね、なかなか、やっぱりこうね、一緒にいると自分だけがね、やっぱこう苦しい思いもすると思いますので、もしね、まあこういった方と出会った時には、何かね、その人にも、時にはね、責任を持ってもらうようにしたいだとか、あるいはまあやっぱりこう距離をね、取っていく必要っていうのはあるのかなと思いますので、もしね、皆さんにもこういったね、身の回りの方に、こういった方いらっしゃったらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもある、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのフレンドスリップっていうカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に対して最大級に後悔していることはということで、まあお相手の方がですね、最大級に後悔していることは何かっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今ねあなた様に対して、考えていることが何かあるのかどうかということと、最大級にね、今も最大級に後悔していることは何か、そして今後あなた様に対して動いてくるつもりはあるのかどうかということと、まあ、あなた様自身もお相手の方に対して動いた方がいいのか、それともねお相手の方が動いてくるまで待っていた方がいいのか、こちらをね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方が今あなた様に関することで何か考えているのかということと、お相手の方が今も最大級に後悔していることは何か、そして今後あなた様に対して何か動いてくるつもりはあるのかどうか、こちらを見ていきたいと思います。
はい、では見ていきます。上のカードですね、こちらがお相手の方が今あなた様に関することで何か考えているのかということと、こちらがお相手の方ですね、が今も最大級に後悔していることは何かということ、そしてこちらがですね、お相手の方が今後あなた様に対して何か動いてこようと思っているのかどうかっていうカードです。では見ていきましょう。なるほど。なんか印象は変わってきているようですね。そうですね。はい、ではちょっと見ていきたいと思いますが、まず上のカードから見ていきましょう。お相手の方が今あなた様に対して考えていることは何かあるかというと、まあこれ考えてはいるとは思います。だから完全にね、あなた様の存在が記憶からも心からも消えたとかね、そういったところまでではないとは思いますが、ではですね、見ていきたいと思います。まず上のカードです。お相手の方の中であなた様に関することで考えていることは何かっていうので、これが出ました。チェンジ・ユア・フォーカスっていうカードです。これね、見る視点が変わるということで、最初にね、ちょっとこう印象が変わったんじゃないかっていうことをお伝えした理由のカードです。だから以前と今ではあなた様に対して、見る視点が変わったというか、見え方が変わっているっていうことですね。例えば、過去においてね、すごくあなた様に対してマイナスな印象を持っていた人だったとしても、今はそれがこう変わって、あ、なんだ、意外といい人かも、とかね。なんかここはムカついてたけど、なんか今は気にならなくなったな、とかね。そういった、ですね、いわばこう見え方が変わっている。だから、あなた様の中でまだ自分はこういうふうに思われているかもって思うことがあったとしても、案外それはもう思われていない。のかなとは思います。それぐらい、見る視点っていうのが以前と今ではもう変わってはいる。すでにね。だから、なんだろうかな。ちょっとこう気にしすぎているところがあるんだったらば、意外と気にしなくていい状況にはもうなっているのかもしれません。それぐらい印象とか、あなた様の、なんだろうかな。お相手の方から見たあなた様の姿みたいなのもこれ変わってはきているっていうことですね。ですから、結構こう印象は変わっているのかなということです。以前のイメージと今のイメージだいぶ変わってはきているっていうことですね。で、その中で、ですね、こちらのカードなんですけれども、このカード、ソードのエースっていうカードが出ていて、これもですね、正位置の時には平和とか友愛とかね、そういったカードにもなっているんですけれども、ですからね、あなた様に対するそのイメージの変わり方っていうのが平和な方向にね、友愛とかね、だから、プラスがマイナスになったんじゃなくて、マイナスがプラスになってきているみたいなことですね。だからだいぶ、柔らかくなってきているみたいなね。以前はすごくトゲトゲしいね。トゲトゲしいという表現が合ってるかもわかんないですけども、ちょっと攻撃的なね、発想とか考えとかね、印象とか、感情がね、芽生えていたのかもしれないですが、それがだいぶ、丸くなったというか、そういった状況ですね。で、あとは、友愛っていうことですから、いきなりね、例えば、お付き合いをしていたような関係だったとしたら、すぐに恋人っていうわけじゃなく、まずはちょっとこう、お友達からとかね、ちょっとこう、なんだろうかな、こう、鳴らす期間をね、設けたいみたいな。いきなり恋人として復帰するというよりか、ちょっとその前段階からこうね、お互いのその、ぎこちなさみたいなのをこう、なくしてから、ちょっとずつね、そこでもいい関係が作れたら、こう、恋人とかね。だからそういう、ちょっと、まずはこう、ぎくしゃく感とか、ぎこちなさみたいなのを、なくせたらいいかな、みたいなね。でも、今すぐにその、なくしたいっていうほどではまだないようで、残りのカード見ていくんですけれども、
まあ、これもね、印象が変わったっていうことを表すカードで、まあ、ワンドの8っていうカードですね。これ逆位置になりました。これ正位置だと、急速な展開ということで、急展開を起こす。だから今すぐに何か展開を起こすっていうカードなんですが、逆位置だと、まだこれ変化の波に乗れないということで、まだすぐに変化を起こそうとか、展開を起こそうとまではまだなっていない。っていうことなんですね。だからすぐにのこの関係復帰、復活っていうところじゃなくて、もう少しちょっとこう時間を空けた方がいいかなっていうところですね。うん。で、これ逆位置になるとそれ以外にもね、いろんな意味がありまして、孤独感とか干渉的な気持ち、あるいはですね、煩わしいと思っていた相手がいなくなり、寂しさを感じる。だから以前はね、そのマイナスがプラスになったっていうこともお伝えしましたけれども、ね、以前はなんかあなた様のことを、まあ、カードの意味的にね、うん、あなた様のことはちょっと煩わしいなとかね、うん、なんかそういうことを思う時期もあったのかもしれません。だから離れたり、あなた様を突き放すみたいなことをしたのかもしれないですが、じゃあいなくなったいなくなったり、それが生成したのかっていうと、うん、今となっては寂しい、感傷的な気持ちになっている、うん、まあそれもこのマイナスのものをプラスに変えた一つの、まあ、スパイスにはなっているのかなと、うん、いうふうには思います。うん、で、ですね、うん、あなた様に対して、まあ、最大級のですね、後悔、何かというところなんですが、まあ、一つではないのかなと思うんですけれども、ちょっと見ていきますね。ここの分野になりますけれども、分野場所ですけれども、ワンドのクイーンというカード、これ逆位置です。これね、逆位置になった時の意味というのが、傲慢な態度、いわばわがままですね。傲慢な態度とか、ですね、うん、まあちょっとこう、自己中心的なものですね。傲慢な態度とか、かたくなな態度、まあだから頑固さですね。融通の効かない姿勢とか、そういった姿を見せて敵を作ると。うん、だからあなた様に対しても結構頑固だったんじゃないかなと思うんですね。うん、とか固くなに何かをしなかった、逆に何かをしていたってことかもしれないけれども、うん、とか傲慢な、まあちょっとこうわがままが過ぎていた、うん、うん、だからなんでしょうかね、飛び抜けたジャイアンみたいなね、うん、ジャイアンオブジャイアンかもしれないですね、うん。映画の時の優しいジャイアンじゃなくて、通常会の時のジャイアンですね。映画の時のジャイアンは優しいですから、基本的にね。うん、じゃなくて、その通常会のジャイアン的なところが、まあ、ちょっとやっぱ良くなかったかなと、さすがにね。うん。っていうのが一つ。と、もう一つはですね、後悔っていうところですから、これ、ウィトネスっていうカードで、これ、目撃者っていうカードなんですね。この目撃者というのは何かこう、まあ、ライトをこっちに照らして、なんか目撃とか発見している姿があるんですけども、なんかこう、こっちの様子を見ながらですね、ちょっとこう見守っていたりしている姿があって、なんかね、あなた様の、変わる姿とか、あなた様が何々するまでちゃんと待てなかった。だからちょっとこう、関西ではよく言うんですが、イラチというかね、うん。せっかちなところがあって、あなた様も例えば二人の関係のために、ね、まあ生まれ変わろうとしたり、なんかこう努力をしていたりしていて、ちょっとずつ変わっていたと思うんですね。でもなんかそれを、ああもうみたいな感じでせっかちでこう待てなかったこと。うん。うん、もう少しあなた様が例えば生まれ変わる姿とか、成長していく姿とか、何かこう、ね、こうするからって言ったことをちゃんと実行に移していたんだと思うんですけども、なんかこう自分のやり方とは違って、それに、自分の思っているやり方と違ってそこにイライラちょっとしてしまっていたり、なんかその自分が思っているよりもちょっとこうペースが遅くてイライラしてしまってそれを待てなかった。最後までね。うん。そこも、後悔していらっしゃるところ。もうちょっと待ってあげればよかったなとかね。見守っていたらよかったなとかね。うん。うん。なんかちょっと失敗しただけで、なんか、ああ、もうダメだってすぐに決断してね、なんかこう、わがままな決断で離れていったとか、なんかそういうところもあったんじゃないかな。でもそれが今後悔していらっしゃることっていうのが出ているんですね。うん。うん。
もう少しなんか寛大に寛容に待てたんじゃないかとかね、うん、待てなかったことが後悔していらっしゃることですね、うんで、次にですね、ここなんですが、うん、これですね、ソードの6っていうカード、正位置です。まあ、このカードっていうのは、ですね、進路変更、進路変更、方向転換、路線変更っていうね、何かすぐにこう、新たな、こう、新境地に向かっていくみたいなことを表すカードの以外に、沈黙っていうカードなんですね。だから、あなた様に、何だか何も告げずに別のところに向かっていったこと、うん、これも今となっては後悔、うん、していらっしゃることですね、うん、あなた様の何かを待てずにもうね黙っても次のところに行った、もう船に乗ってね、一人だけ船に乗り込んでどっかに行ったこと、うん、これも今となってはすごい傲慢だったし後悔していらっしゃること、うん、っていうのが出ていました、うん、で今後ねあなた様に対して、ですね何か行動を起こそうと思っているかっていうと、まあ、これは思ってはいらっしゃるようなんですが、うんうん、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずですね、こちらが出ていて、カレッジっていうカードですね、これはまあ勇気っていうカードで、まあ、今の、うん、状況であったりお相手の方の立場からあなた様に対して行動を起こすことは非常に勇気のいることなのかもしれません。それはまあ沈黙で去っていったからね、黙ってなんだかなフェードアウトとかね、音信不通のまま疎遠になったとかね、うん、黙ってどっか行ったみたいなことをしたから、うん、その中でね、すいません、帰ってきましたっていうのはなかなかやっぱり勇気のいることなんですね、うん、イメージ的には親と喧嘩して家出をしてね、こう帰ってくるのがめちゃくちゃ勇気がいったり気まずいのと同じ、なんかそんな感覚ですね。今更帰ってきた時に何帰ってきとんねんみたいな感じで門前払いされるかもしれないみたいな、うん、だからそれぐらいちょっとこうね黙って行っちゃったからね、うん、帰ってくるのも戻ってくるのも勇気のいることなんだけれども、ここですねワンドのナイトっていうカードが出ている通り、ここで見方が変わってきたっていうことが聞いてくるわけなんですが、このカードっていうのはですね、正位置になりますと前進するとかね、新たな旅立ちっていうことを表すカードになります。うん、ですからもう一度やっぱりあなた様と新しい旅ですねに出たいと、うん、なんか関係をもう一回始めるっていうのが一つ新しい旅に出るっていうことであったり前進させるっていうことだと思うんですが、ただそこの状態になるまで勇気はいるけれども、でもそれを起こしたいと、うん、いうふうには思ってはいるっていうことなんですね。ただまだ覚悟を持つっていうところまではここのカードも出ていましたから、うん、あ、これか。次見ていくカードなんですけど、まだ覚悟を決めるっていうところまでは慣れていない。なんか自分の中でそうしたいなっていう願望を持つぐらいまでにはなってきているということなんですね。ペンタクルの6っていうカード、これ逆位置です。うん。これがね、逆位置になりますと、ですね。うん。まあ、自己保身的な態度ということで、まだやっぱりこう、ね、勇気を持った行動をするというか、自分を守りたいという意識の方が強くて、まだ動けないというカードなんですけれども、まあ、それ以外だとですね、これ不完全燃焼とか気がかりな問題ということで、やっぱりちょっとこう、あなた様のことが気がかりになっては来ているんですね。うん。やっぱりこう、沈黙で去っていったから、ちょっとやっぱり自分の中でも不完全燃焼というかね、二人の関係がまだ決着がついていないみたいな状態だと思うんですね。うん。だからまあ、決着を、が、まあ、それが良かれ悪かれね、うん、やっぱ決着をつくような形にまではやっぱ持っていきたいっていうふうに思っているからこそ勇気を持ってまあ動いてみようかなっていうね、まあ、そういうぐらいの今は願望のところですね。それが覚悟とかね、決心というところまで来たらまあ動けると思うんですが、まだそこまで気持ちは固まっていないのかなっていう状況が出ておりました、うん、ではお相手の方に対してあなた様の方から動いていくべきか、それともね、まあ、動いてこられるまで待っておくべきなのかというのをですね見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきます。お相手の方に対してあなた様の方から動くべきか、それとも動いてこられるのを待つべきかというカードです。そうですね、待った方がいいかなとは思います。で、ただ待っておくだけじゃなくて、お相手の方が動いてくるような、状況とかね、環境をあなた様の方では整えておきながら待った方がいいと、いうのが出ていますので、ちょっと見ていきたいと思います。まずですね、動かない方がいいっていうカードが出ていて、それはここなんですね。ワールドっていうカードが出ていて、世界っていうカードが出ました。世界っていうカードは正位置の時には願望成就とかですね、何かこう、夢や理想の実現とか、あとは、期待以上の結果が出るみたいなね。だから動けばすごくいい結果になるよっていうカードなんですね。なんだけれども、これは逆位置なので、動いてもこの返ってくるものが自分にとって納得がいったり満足のいくものというよりか、不満足な結果が返ってくるというカードが出ていたりするので、あとは落胆するとかね、疲労困憊ということで、なんかこうどっと疲れるような結果が返ってくるみたいなね、そういったカードが出ているので、やっぱ動いてもいいんだけども、動いてもいい結果にはなりにくいというところがあるので、動かない方がいいのかなというふうには思います。それとですね、あとはここですね、ムーンライトニングっていうのが出ていて、このカードって副業を持つっていうカードなんですけど、もちろん副業を持っていいんですけれども、副業を持つっていうのも一つありなんですが、何かですね、一つは夢を叶えるもの、そしてそのともう一つはその夢を叶えるための補助的なもの、ですね。なんかこの二つ、だから夢を、別にそれを仕事においてもいいし、夢を追いかけたり、なんか自分の人生をより豊かにするものと、なんかその基盤を支えるものですね。なんかこの二つを持っておくっていうのが大事だっていうのが出てるんですね。ただ今の生活さえ成り立っていればそれで OK、 もちろんこれ生きていく上でそれで OK だと思いますけれども、もう一回お相手の方とつながるためには、その基盤を整えるだけじゃなくて、何か自分自身も夢を追いかけるとかね、何かを目指しているっていう状況も作っていかなくちゃいけないと、っていうのが出ているんですね。だから簡単に言うと、お笑い芸人さんがお笑いでね、売れるまではバイトをしてるみたいな感じで、一つは夢を追いかけている活動、もう一つは、その自分の生活を成り立たせるもの。別にこれが声優とかでも、声優さんでも、役者さんでも一緒ですよね。モデルさんとかでも。私たち占い師もそうかもしれないですね。占い師で成功するまでは会社員の仕事を続けるとか、そういったものでもあると思うんですが、何かその夢を追いかける活動と自分を成り立たせるものっていうのを両立していく。両立っていうか、どっちかだけではダメだと思うんですね。夢を追いかけるだけでもダメだし、生活を整えているだけでもまだ足りない。なぜならばそこを完成させることが二人の再会の日をもたらすっていうのが出ているんですね。The Union of Hearts。心の融和っていうことで、これね、二人が、これ再会して、愛を膨らませて、大きくしているっていうことで、この、すごくこう愛の深まるね、つながりがもう一回、訪れると、そういうのが出ているんですね。だから、この状況、この日を迎えるためには、ここのですね、夢を追いかけているということと、基盤を整えるっていう、この二つをやっているときに、ふとね、お相手の方が現れてくると、行動を起こしてくると、勇気を持ってね、もしかしたらあなた様がその夢を追いかけている姿に触発されて、自分も勇気を持たなきゃとかね、そういったことにもつながるのかもしれません。必ずしもではないかもしれないですが、だからそういったこのね、ムーンライトニングの内容がすごく大事にはなってくるのかなっていうのが出ていますので、動くというよりかはそこの環境を整えていく、
これが非常に大事だっていうのが出ておりましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい。そして、見ていきますと、見ていきますとってなりましたけれども、フレンドスリップっていうカードですね。友情というカード。選択肢のカードでメッセージもお届けしていきます。今、あなた様を救うのは友達だと。うん。いうカードが出ております。うん。ね、先ほどのジャイアン氏の言葉を借りるとですね、心の友よというところですけれども、そのね、やっぱり今の状況を救い出してくれるのは友達、フレンドシップですね。うん。だから、お友達との関係を今大事にしてください。うん。それが直接恋に関わらなかったとしても、ね、その、例えばお友達の考え方から何かを学んだり、お友達の助言で、こう救われたりだとか、うん。いろんな形、まあ、もちろんね、この恋を助けてくれるのがお友達っていうこともあると思いますし、うん。まあ、直接関われなかったとしてもね、今のこの恋に対して。でも、あなた様を救う、助けてくれるのは、今は友達だと。うん。だからそのお友達との関係を今大事にしたり、お友達と過ごす時間を優先してみたり、うん、一人ですごく落ち込んでしまう時にはちょっとお友達の力を借りて、ちょっと一緒にまあお茶してもらったり、飲みに行ったりね、旅行にちょっと気分転換に付き合ってもらったりね、うん、いろんな形で助けてくれたり支えてくれたりするのがお友達だというのがありますから、ね、友達をバン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 増やしなさいとかね、そういうわけではなくて、大事にするべき今相手がフレンドシップスっていうね、フレンドシップっていうところが出ていますので、これも参考にしていただけますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もですね、 SNS で募集しました、今まで出会った残念な異性はということで、今回もご紹介させていただくんですが、今回ね、ご紹介いただいたのが、優柔不断で受け身、最終決定は人任せということで、まあ字面だけだとちょっとかっこいいですけどもね、まあ外国人の方がね、T シャツにされていたらこれ買ってしまうぐらいのね、ものかもしれないですが、うん、内容はなかなかやばいですね。うん、で、まあそうですね、ご紹介ありがとうございます。うん、まあいますね、最終決定を人にさせるみたいなね。うん、今日ご飯行こうって言っといてね、うん、ね、ご飯行こうってこう誘っておきながら、最終的にこう行く店はね、人に決めさせるみたいなね、それで万が一そのお店がねちょっとあんまり良くなかったらね、なんでこのお店にしたみたいなね、いや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 、じゃあ行きたいとこ言ってくれたらよかったやんっていうんですね。うん。まあ、それの恋愛バージョンとかも多分あると思うんですね。例えばお付き合いをしたいとね、その人も思っているのに、まあ、付き合おうっていう最後の一言を人に言わせるとかね。で、それで、いや、あなたが付き合おうって言ったからこうなったんですけど、みたいなね。とかね。まあ、別れる時ももしかしたら同じかもしれないですね。うん。まあ、そういったね、まあ、ね、大事な決断とか決定をね、人任せにするっていうのはね、ちょっとやっぱこう、ね、やっぱ肌から見たらずるいですよね。ちょっと自分だけがなんかリスクを負ってね、その人はなんかうまくいかなくなったら人のせいにできるし、ね、うまくいったらなんかやっぱりね、いや実は自分もそう思ってたんだって、その便乗もできるしね。まあ一番立ち回り的には楽ですけども、なかなかやっぱこうずるいなっていうね、ポジショニングだと思いますから、まあそういった方に対してはね、何かやっぱりその人にも責任をね、まあ負わせるってわけではないですけども、まあやっぱ平等にね、ね、最終決定を求めてきたら、まあ自分はこう思うけどあなたはどうみたいなね、形で、その人にも何かこうね、言わせるって言うとね、あれですけれども、決定させる部分も、していくのは必要かなと思いますので、まあちょっとね、付き合い方をね、まあ考えていきながらね、接していくのは大事かなと思いますし、皆さんの周りもね、そういった方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃったらですね、ぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、B をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。
はい、その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのニュービギニングスというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様に対して最大級に後悔していることはということで、まあどんなことをね、今も後悔していらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が今もね、あなた様に対して、ですね、何か考えていらっしゃることがあるのかどうかということと、お相手の方が今もね、最大級に後悔していることは何か、そして、今後ね、あなた様に対して何か動こうと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていき、そしてですね、あなた様自身もお相手の方に対して動いた方がいいのか、それとも動いてこられるのを待った方がいいのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方があなた様に対して今何か考えていることはあるのかどうかということ、そして、今もね、最大級に後悔していることは何かということ、そして、今後ね、何か動いてこられるつもりはあるのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードがお相手の方が今あなた様に対して何か考えていることはあるのかどうか、そして今も、最大級に後悔していることは何か、そして今後何かね、行動を起こしてこようと思っているのかどうかっていうカードです。では見ていきましょう。ではですね、見ていくんですが、まずあなた様について何か考えていることあるのかっていうところで、愛情っていうのが出ているんですね。だから一つ言えるのは、嫌いになったわけではないのかなと、いうふうに思います。嫌いになったわけではないんだけれどもっていうのがあるのと、まあ動いてくるってことに関しては動くっていうことを表すカードがね、結構出ていますので、動くつもりではあるようですが、そうですね。まあ、現在のところで言う、まあ、後悔していることですね。っていうところはやっぱりまだ障害になっていて、まあ、動けないのかなと思いますので、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。はい。
ではですね、まず上のカードです。お相手の方が今あなた様について考えていることっていうのは何かっていうと、ここですね、見ていくと、カップのエースっていうカードが正位置です。このカードはまあ愛情そのものをね、表すカードでもありまして、ですからまあ先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、今もあなた様に対する愛情は湧き起こっていると、このカップっていうのは心のね、器っていうのを象徴しておりまして、その心の器から溢れ出して水っていうのは愛情とか気持ちとかをね、表しますから、それが今も溢れているということで、まあ、あなた様に対する愛する気持ちではまだ枯れてはいない、干からびていないということですね。うん。ですから好きという気持ちは持っている。うん。っていうのが一つですね。うん。ですから、なんだろうかな。もう嫌いになったとか冷めたとかね。うん。そういったところまでの気持ちに、なんだろうかな、下がっているっていうわけではなくて、今も持っている。っていうことなんですが、カップの1っていうところが出ているのに対して、2は逆位置なんですね。うん。先ほどはカップだけがありました。けれども、このカップの2っていうところは2人が向き合っているような姿があって、先ほどのカップからこう水が行き来しているということは、お互いの気持ちが行き交うっていうことですね。うん。だから心の通い合いとかですね、実際まあ繋がるとかですね。うん。まあ、愛が深まるっていう意味のカードなんですが、今回これが出ていたのは逆位置なので、まだあなた様と実質的につながるっていうところまではやっぱりできないっていうふうに思っていらっしゃるんですね。うん。うん。あなた様に注ぐ愛はあると。でもそれを、例えば実際にあなた様に注いだり、あなた様からの愛を受け取るっていうことがまだできない。できている状態がこれですね。うん。行き来している状態。だけれども、そこのね、自分に、あなた様、まあ、どっちもいいんですけども、あなた様の方がこちらですと、そこに注ぐだけの愛もあるし、受け取ることができる状態がここの正位置なんだけども、それができないと。うん。実際的にまだ愛を育むような関係を始めたり、結ばれたり、つながるっていうことですね。交際を始めるとかもそうかもしれないですけども、そこまではまだできない。なぜか、ここに課題を感じていらっしゃるようで、コントロールっていうところが一つの理由のようです。うん。コントロールっていうのは、まあ、コントロールするっていう意味もありますし、制御するとかですね。うん。あるいは、お相手の方が今、コントロールされていて、自由に動けない。ね。ここに人がいますけど、これがお相手の方だと思ってください。それを見張る大きな目があるわけです。うん。うん。だから、誰かにコントロールされているがゆえに、制限、制約があったり、自由に動けなかったり、身動きが取れない。ということか、もしくは、自分の中で、うまくね、その、例えばあなた様との恋というものを始めても、それをこうね、成功にコントロールしていけないと。例えば時間がうまく作れなかったり、ね、精神的な余裕がなくて、二人の関係を安定した状態にすることができなかったり、ね、あなた様の思いっていうのをね、自分のことで精一杯だから、あなた様の、例えば、気持ちとか要望とか期待とかをこう受け取ってあげられないとかね。うん。そういったコントロールというところが課題で、うん、気持ち自体はあるけれども実際につながるってことはできないっていうふうに思っていらっしゃる。だからあなた様のことが好きじゃないからつながらないとか、もうお付き合いをしないとか、場合によっては復縁をしないとか、そういうわけではないんですね。このコントロールというところがすごい課題。これができるようになれば、もしくはこの監視の目がなくなればですね。うん。恋を始めていきたいとは思っているっていうことなんですね。うん。だからそれぐらいの気持ちはまだあなた様にあるということなんですね。うん。で、そのコントロールというところが鍵で、鍵というか、原因で、ちょっとあなた様の恋がちょっとこう不甲斐ない形になってしまったこと、なんかその、途中で続けられなくなってしまったこと、うん、それ自体がもう後悔というところで出ているんですね。うん、なので見ていくんですが、まずここですね、見ていきますと、まあ、このコントロールに関わってくるところだと思いますが、吊るされた男っていうのが逆位置です。うん、このカード正位置の時から足を縛られていて吊るされていて、まあ、これも身動きが取れない状況とか、まあ、それこそまあコントロールが効かないとかね、自由がないとか制限制約があると、うん、まあ、そういったカードになるわけなんですが、これが逆位置になっても縛られている状況は変わりないということで、思い通りにはならない閉塞的な状況とか、なすすべがないまま流されると、うん、
だからなんかこうなすすべがないまま流されていって、例えば恋を諦めなくちゃいけなかったり、終わらせなくちゃいけなかったり、続けられなくなっちゃったりね。うん、本当はもっとそのね、流れに流されるままじゃなくて、それを食い止めたかった、悪い流れを食い止めなかったり、二人の恋を諦めなくちゃいけない流れを阻止したかったのにできなかった、自分は流されるままだった、あれーみたいなね。それがもう本当にこう後悔していること、自分にその止める、悪い流れを止める力がなかったこと、ですね。まあ、あるいはこれね、逆位置になると犠牲を伴うっていうカードでもありますから、まあ、あなた様との恋を続けていったり、選んだり、発展させていくための犠牲を払わなくちゃいけなかったんだけれども、その犠牲を払えなかったことですね。それも最大の後悔っていうふうに思っていらっしゃるようです。ですが、やっぱりその犠牲を払うっていうことが、まあ、お相手の方にとっても何かね、すごく、まあ、リスクになりかねないことだったんだと思うんですが、ペンタクルの5っていうカードが正位置です。このカードっていうのは、物質的、精神的に困難な状況に陥るとかですね、あとは過酷さが増すとかですね、よりどころを失うとか、不遇な環境とかですね、まあそういったカードで、まあすべてをこうね、失って、なんかこうもうね、裸足でもありますし、ね、なんかマッチを売っているみたいな、マッチ売りの少女みたいな感じで、ね、実際に犠牲をこう払うことで自分がこういったね、もう何もかも、物質的なところっていうと、まあお金とか地位とか名誉とか信頼とか評価とか実績とか、ね、そういったもの。で、精神的にも困難な状況になるというのは、それが自分の拠り所とかね、自分のなんかこう、精神的な支柱になっていたものも失ってしまって、精神的にも困難になってしまう。そこを考えると、やっぱりちょっと犠牲を払えなかったわけなんだけれども、でも、かといって犠牲を払わなかったことが、今の結果を生んでいるから、後悔にもつながっている。みたいなね。まあ、そういったですね、まあ後悔を抱きながら今も日々を過ごしていらっしゃる。でも愛はあるから、あなた様のことが忘れられないみたいなね、そういう状況だと思います。で、コヨーテっていうのも出ていますが、コヨーテっていうのは遠回りこそ近道っていうことで、まあ成長であったりね、学びを得るためにあえてこう遠回りをさせるみたいなことなんですけれども、そうですね。まあ、これは後悔っていうところですから、何かね、自分自身が、いつもなんかこう安全なね、無難な、道ばかりを歩もうとしていた。もしかするとなんかリスク的なところとか、危険な部分をあなた様だけに負わせていて、自分はどこかこう安全な環境の中であなた様との関係を続けていた。だから、ちょっとこう不平等な関係でもあったんじゃないかなと思うんですね。お相手の方はもうあくまでも安全な環境の中だったんだけども、あなた様は何かをこうね、お相手の方の安全な環境に合わせて、それこそ例えば自分の時間を犠牲にしていた、自分のお金を犠牲にしていた、自分の何かを犠牲にしていたけど、お相手の方は犠牲にしなかったっていう、その不平等さみたいなのがあったんじゃないかなと。だからそこの自分だけがなんか犠牲を伴わなかったことを今後悔していらっしゃるということですね。で、今後ですね、動いてくるつもりがあるのかっていうと、動きたいっていう気持ちを表すカードが結構多く出ているんですね。なので、ちょっと見ていくんですが、まずはここのカードですけれども、ワンドの4っていうカードが出ました。安心安堵っていうことであったり、繁栄とか安定した暮らしですね。ここ2人が笑顔で過ごしていますけれども、あなた様とまた再会して安定した暮らし。それは、その穏やかな日々というかね、こう良い関係がずっとこう続くような安定した暮らしですね。それを手に入れたいっていう意味のカードであったり、信頼できるパートナーっていう意味のカードでもありますから、あなた様のことがやっぱり一番信頼できる相手だと。けれども、なんだろうかな、その信頼できるあなた様に対して自分は犠牲を払えなかった。
あなたは自分のことを信頼して犠牲を払ってくれていたのにっていうね、うん、まあそういったお気持ちなんだけれども、だからそのあなた様が犠牲を払ってくれていたことに対しては、その何だろうかな、恩というか感謝の気持ちも抱いているからこそ、今度は自分がっていうことで、こちらのカードカップのナイトっていうカードが出ていて、このカードっていうのは愛に関するアクションを起こすっていうことで、まあ、例えば気持ちを伝えるだとか、胸の内を明かすとか、あとは告白プロポーズっていうカードもある通り、何かこうあなた様に対してその愛を示したり、愛を証明するみたいなことですかね。うん。まあ、その行動を起こそうとは思っている。今も自分はこれだけの愛があるよっていうことがあなた様にちゃんと伝わるようなね。うん。そういった行動を起こそうとは思っているっていうことなんですね。ただそれを起こそうと思っているタイミングっていうのが、ここですね。見ていくんですが、フレキシビリティっていうカードで、柔軟性っていうカードなんですね。うん。うん。柔軟に何かができるようになったとき。ここで先ほどのコントロールっていうのは効いてくるわけですね。今何かにコントロールされていたり、制御がかかっているので、全然柔軟性っていうのがないわけですね。お相手の方の日常とか、ね、スケジュールとか、うん、行動パターンに、柔軟性とか全くない。もうカッチガチ、うん、だからそこにこうもうちょっとね、柔軟性、フレキシブルなね、ところが出てくればですね、うん、あなた様に対して行動を起こそうと思っていらっしゃる、うん、例えばまあスケジュール管理にもうちょっとこう融通が効くようになってきたりとかね、うん、こう自由に使える時間が増えてきたりだとか、うん、それこそね、この監視の目みたいなのが緩くなって、ね、自分がこう自由にこうフレキシブルにね、こう柔軟に動けるようになった時とか、うん、そういったタイミングで動こうと思っている。なぜならばその動くことによってあなた様を安心させるというところまで連れていきたいから、とか、まあ、愛を証明するにも、やっぱりこう、言葉だけじゃなくてね、しっかりとそれが伝わってくれるためには、柔軟性っていうのがないと、ずっと伝え続けることもできないから、っていうのも関係していると思うので、その柔軟性っていうのが手にすることができた時に動こうとは思っていらっしゃる。っていうのは出ていました。うん、ではですね、まあ、そういったお相手の方に対して、あなた様の方から動いた方がいいのか、それともね、待っていた方がいいのかっていうことですね。こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方に対してあなた様の方から動くべきなのか、それともね、待っておいた方がいいのかっていうところを表すカードです。では見ていきましょう。うん。はい、では見ていきますが、そうですね、自分から動いてみてもいいのかなという結果は出ています。うんうん、なので、ですね、見ていくんですが、うん、はい、ではね、お伝えしていくと、まず
ここが出ていて、ワンドの6っていうカードが正位置なんですね。で、このカードなんですけれども、まあ、勝利や成功をつかむとか、まあ、目標を成し遂げるとかですね、何か進歩するとか、利益をつかむとか、嬉しいニュースとかですね、うん、そういったカードになっているのと同時に、勇気ある行動が成功につながるっていうカードでもあるので、だからあなた様が勇気を持って起こした行動が、それが成功につながると、まあ、二人の関係の再スタートであったり、復活であったりね、もう一回こう、つながるっていうことに、つながるということにつながったりね、うん。まあ、あとはライバルに勝つっていうカードでもありますから、もし恋のライバルがいらっしゃるんだったら、そのライバルの人に勝つことができるとかね、そういった意味のカードでもあるんですが、ね、前半の方でお伝えした、例えば勝利や成功をつかむとか、ね、目標を成し遂げるとか、進歩した時とか、利益をつかんだ時とか、嬉しいニュースということで、そういったものがあった後に、動いた方がいいと思います。何もまだ成功をつかんでいなかったり、嬉しい出来事が起こっていなかったり、利益を手にすることができていなかったり、進歩していない間に動いても、なかなかその行動というのは成功にはつながりにくい。だから、ワンクッション自分に、なんか成功とか目標を達成した後に、その勢いのまま動いていく。これは OK。でも何もまだ達成していない。けど思いつきで動く。これはあんまり効果はないと思います。だから、まずは自分の何かを、達成していくとか、掴んでいくとか、利益を上げていくとか、うん、その自分がなんかこう上昇気流に乗っている時ですね、うん、その時に動くのがいいよっていうカードになります。その時に動くことで、ここですね、act as if your partner is here ということで、まるで、すぐそばにパートナーがいるかのように振る舞うっていうことで、まあ実際にね、今そのまあ、パートナーというと今回お相手の方になると思うんですが、お相手の方がそのね、そばにいなかったとしても、そばにいるかのように振る舞っていくことで、実際にそのね、今こうそばにいないパートナーの人が引き寄せられて、本当にね、そばにいることができるようになるっていうことで、まあ、これが先ほど言った勇気ある行動が本当にそばにいれるような瞬間につながるっていうことですね。うん。だからそのためには自分から動いていった方がいいと思うんだけれども、うん。ここですね。先ほどもお伝えした通り、まずは自分に何かを掴んでから、これは勝利、戦いに勝利して凱旋してきている、まあ、戦士の姿ですから、うん、何かあなた様が達成した後に動くのが一番いいっていうのが出てるので、そこをね、目安に自分から動くのであれば動いた方がいいと思います。で、いや、動く自信はないですよと、勇気がないですよっていう方は、まあ、待つしかないんだけれども、ここですね、お金への憤りを手放すっていうカードになります。うん。だから、お金への憤りっていうのは、お金のために生きているような暮らし方、生き方、働き方ですね。それから解放される瞬間っていうカードになりますから、お相手の方が、例えばお金のために、したくもない休日出勤とか、お金のために自分の命を削っているとか、お金のために、なんかこうね、嫌なことをしているとか、なんかその状況から解放されたら、まああなた様には動いてくるっていうことだと思いますから、まあ先ほどね、このカップのナイトっていうのがありました通り。うん。だから、待つならばそこまで待つか、どちらかですね。うん。お相手の方がね、なんでお金のためにここまでしなあかんねんみたいな、そういった生活から脱却できるまで待つか、それか、まあ、あなた様が先に何か成功をつかんでから動くか、この二択ですね。どっちか、動くならここ、待つならこの選択っていうのが出ていましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい、そして最後こちらのカードを見ていきましょう。ニュービギニングスっていうカードです。新たな始まりっていうカードになりますが、今ですね、あなた様は新しい始まりを迎えるべきだっていうカードで、何か新しいことを始めたり、新しい環境に身を置いたりいいですね、新しいことに挑戦したり、新しいものを取り入れてみたりだとかね、自分の行動パターンを変えてみたりとか、習慣を変えてみたりだとか、見直してみるとかですね、うん、新しいプランに契約してみるとかね、何か新しい門をこれくぐっていくっていうことがすごく大事。それがあなた様の未来をより輝かせるとね、夜から朝に変わろうとしますけれども、夜明けを迎えていくこともこの新しい門をくぐった時、うん、
ね、希望の光が全くこう差し込まずに、こうなんかすごい暗いトンネルをずっとね、なんか進んでいる状況から、そこに一筋の光がファーってね、こう差し込んでくるようになるのは、何か新しい始まりを迎えた時だと。うん。いうことになりますから、いつも通りの暮らしを続けるのももちろんいいんですけれども、そこに何か新しい要素を、別に大きなことでなくていいと思うんですね。うん、ちょっとした新しい始まりがあなた様にね、どんどん変化っていうものをこう運んできてくれる。うん、まあそういったカードになっているので、今こそね、何かこう新しい始まりを迎えるべき時が来ているということを、まあ強く伝えてくれているカードでもありますので、何かね、こう自分の、まあ可能な範囲からでも大丈夫だと思いますから、始められるもの、取り入れられるもの、挑戦できるものっていうのをしてみるのがいいんじゃないかなというふうには思います。ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もですね、インスタの方で募集しました、今まで出会った残念な異性はということで、今回ね、ご紹介いただいたものをお伝えしていくんですが、今回ご紹介いただいたのは優柔不断で受け身、最終決定は人任せということで、ね、まあ字面的にはまあ、かっこいいかもしれないですけどもね、 T シャツとかに書いてたらね、外国人の方買うかもしれないですが、まあちょっと内容はね、なかなかまあね、やばいんですけれども、うん。ご紹介ありがとうございます。で、まあいますね。まあこういう、こう最終決定だけする、させる人ね。うん。いろいろ提案してくるんだけど、最後人に決めさせるみたいなね。自分からこう食事誘ってきといて、どこに行くかは人に決めさせるみたいなね。で、それであんまり良くないお店だったら、いや、なんでこんなとこ選んだみたいなね。いやいや、じゃああの時一緒に決めればよかったやんとかね。なんか焼肉かお寿司かっていうところでね、焼肉がいいかなっていうことでね、こっちが決めたのに、ああ、やっぱりなんか今日お寿司の気分だったなっていうね。ね、人をイラつかせる天才かなって思うようなね、人たまにいますよね。うん。やっぱりそういった人っていうのは、やっぱりね、こう、責任を取りたくないっていうところがね、多分あるんだと思うんですね。うん。なので、まあ、そういった人に対してはね、まあ、自分はこうだけれども、君はどうかね、ということでね、いつもね、こう、最終決定ばっかりでもね、人に任せにしてくる人には何かこう、決めさせるっていうことを私の中ではしているんですけれども、まあ、なかなか関係性的にね、それができない場合もあるとは思うんですけれども、やっぱり、その人にもなんかこう、決定させるみたいなことをさせていかないと、うん、フェアじゃないと思うんですね。うん。うまくいったときは、ああ、やっぱり俺も私もそうだと思ったってね、こう便乗されるし、うまくいかなかったら、いや、君が決めたから、あなたが決めたからっていうふうにね、こう最後に突き放されるみたいなね、なんかそういったことをね、されたらやっぱりね、ね、不平等を感じますから、まあそういった形でね、まあ優柔不断な人をね、優柔不断なままにするか、ちょっとでもね、何かをこう、決断させてね、変えていくかっていう、どっちかの労力を取るかだと思うので、まあその人に対してどこまでね、寄り添いたいかっていうところでね、関わり方を変えていくのがいいのかなとは思いますので、まあ参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、最後 C ね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画はですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、ですね、あとは人、なかなかね、人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただきますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね。こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。